せの先を築くのはこの宋孟徳よ。風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。おえべ、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん。どうかしたのか、巨人。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、巨人。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずか一時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。風向きが変わったらどうなるという。奴らが火矢でも打ち込んでくる。まさにその通り。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。この大河に劉備と孫権の命運を断つ。我が盛況なる彰子よ、軍宣せよ。遠礼、北側に孫権軍襲来。夜陰に乗じて乗り込んできました。北の敵はおそらく労働でしょう。敵の狙いはこちらの戦団を見つけます。深追いする必要はありません。本陣を守る程度にいましましょう。この俺が相手だ。どうしようもねえ。波動の前に何が開けた。
をつなぐ連関を切る。このままでは家計で大打撃を受けます。この策の武士、多分俺が知っている男です。よければ俺についてきてください。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。シゲ、やっぱり君か。この大船団に連艦の警護さすがだ。バレちゃしょうがないね。でも邪魔はさせないよ。やれやれ、原骨勝負は苦手なんだがね。弁解はしません。俺の甘さが招いた。私の船に乗り込み敵船を迎撃してほしい。そこだけを切り離せば炎症を防げるはずだ。やらいでか曹操軍よ、我らが闘志の炎を喰らえ。なんこの船だけ切り離しておったか。ならばせめてお主の首をもらって帰ろうか。わしの首そう安くはない。家計同様貴様も打ち破ってくれるわ。なんていうか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。国に残り勝負を粗暴すぎる。単純に見つけるぞ。捕まえてやる。ああいうのがいるから俺が目立たないんだ。天命、南に展開していた細胞が離反した模様。敵の暴力かな。説得しに行った方が良さそうだ。わしを殺す気だな。近寄ると言うならこちらも本気で行くぞ。話を聞いてくれる気はないようだね。では少し手荒に行かせてもらうよ。この首もらい受ける。いざ。世の
なので、あなたは失ったのか。最後に私を信じて戻ってきてくれないかな。なんと、わしは騙されていたのか。船に己を。ここに敵の急所を突きますぞ。 一息、敵の喉笛へと食らいつくぞ。本人を強襲し、孫権を撃つのだ。 逃げはしない。
機。知略でするものぞ。おい知るがよい。することができた。お前たちの武勇と知略にこの層もとく心から敬意を示す。さあ我らの勝利だ。みんな勝ち抜きをあげよう。おこたびは
そなたの勝利を祝いに来た。しかし陛下、そのような危険なの。そなたの軍を前に共感など現れない。皆立って並んでくれぬか。朕にその大しき姿を見せよ。この者らすべてそなたの力であるな、曹操。力であり宝にございます。すなわち我が主であられます陛下の力であり宝でもあります。そなたという真を得て朕は本当に嬉しく思う。その力で天下を新たな時代へと導いてくれ。はっ。